おさせよ。あ、やば。似合います。あんにょーん。よぶてぶチャンネルのジェイとゆうねです。今日は天神地下街に来ております。天神地下街ってなんかさ、独特の雰囲気だよね。そう、なんかレンガの造りで天井がすごく素敵なの。ちょっと歩いてみましょうか。はい、歩いてみましょう。来てしまったヨドバシカメラ。そうですね、好きだな。本当好きだね。あ、チャンス、かわいい。ちょっと見る。あ、見てみよう。こちらです。レインボーとなっております。ね、めっちゃ可愛くない？これ持ってたらレズバレです。そうですね、それ色可愛いよね。これいっぱい入るし、お水とかも。あ、確かに。でもそれ持って歩くの微妙じゃね。しんどいね、うん、これほら見て、可愛い。あ、かわいい。それこれかわいいね。めちゃくちゃかわいいよね。うん、いいね。あ、キャンプ行きたい。一度も行ったことないけど豪華やな。おさせよ。トポケよ。トポケよ。予防おった。同じ色だね。今日一緒じゃん、そっくりじゃん。ヨボじゃんこれ。本当だ。あ、かわいい。あ、かわいい。ポニョ、そっくり。紅の手地。紅の手地ね。うん、こちら紅の手地でございます。そうです、合ってます、うん、合ってるでしょ。うん、ブルグン手地。ブルグン手地。うん、あ、ヨボ。無理無理無理。閉店だって。ショックすぎるね。わあ。うん、美味しそう。トロサーモン、うん、うまそう。美味しそう。何から食べようかな。マイカそうめん。うわ、うん、美味しそう。あー、ショックから立ち直れんわ。閉店がね、うん、このタイ本当美味しいよね。最高、うん、マグロいきます。ウォーベイは本当にね、シャリがすっごい美味しいよね。シャリ美味しい。ちょっとサーモン食べ過ぎだな。2個目のサーモン、うん、ねえ、大好きだよね、このラー油かかってるやつ、うん、これがもう絶品なんよ。ラー油にネギね、ほんとたまらない。たまらんよね。おっ、あ、当たったよ。これにしまーす。やば、やば、当たった、初めて。ありがとうございます。当たりました。うん、一回もラーメン食べてないのに食べようかな今日。これ醤油ラーメン、こってり背脂入り、いつか食べようと思ってたのに。じゃあ今日食べとけば。やっちゃいますよ、初のラーメン。ラーメン美味しそうね。美味しそうやろ、なんか、うん、うん、あ、美味しい。本当、うん、
美味しい、本当食べてみて。うん、美味しいね。うわ、卵美味しそう。味玉ね、卵美味しいよね。大丈夫、お腹いっぱい。本当？うん、食べない？アイスが本当に美味しい。みんなアイスクリームを任せて。うん、苦しい。1177円。安いじゃん、ね、いつも2000超えだったのに。だいたい前はヨボが2000円ぐらいで、うん、私が1000円ぐらいで3000だったよね。そうだね、だいたい私10皿は基本で食べたから。デザート2品とか。そうだね、間に揚げ物。そう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 、揚げ物必ず3万とね。今は揚げ物もなしだし。そう、お腹すいた。帰りに GU に寄りました、ね、なんか冬物がね出てるかなと思って行ったら可愛いのがいっぱいあったね。セール品もなんかいいやつがあって買いました。はい、お家に帰ってきました。今ね9時ぐらいです。今日購入したものをご紹介したいと思います。私の服から紹介しますと全部セール品です。多分ね冬着るのはちょっと薄くて寒いかもしれないんですけど、うん、主に家にずっといるから仕事着っていうか部屋着で着ようと思って購入した商品になっております。これねつなぎなんよ、こういう感じでね、着ようかなって思います。こちらの値段は590円でした。本当は2490円。次は秋っぽいねズボンになってます。こんな、うん、ストンって落ちるようなそういうフィットですね。990円です。ゴムがついてるパンツです。めっちゃくちゃ楽だった。試着してあこれは買おうってすぐ思いました。でこちらの値段は990円です。私はこの3点で以上になります。私たち基本的にねあの GU で買うパンツは全部 XL、うんうん、これもセール品で、うん、ポケットテッパードアンクルパンツ590円。腰のところは結構高くなってる、うん、でジッパーが横ストンとしてね、なんかかっこいい。で次はこれねメンズのハイネックシャツ S サイズやね、うん、790円。次これは M、 これもメンズです。私どうしても大きめサイズでね着たいからね。そうだね、うん、あったかそうでしょ。うん、素材がめっちゃあったかそうな感じ、うん、フランネルシャツ1490円です。でこれがメインですかね今日の。そうですね、うん、これめっちゃ可愛いね。着てみなさい。はい、あらま可愛い。良いですか。よきよき、こういった感じになります。似合います。コーデュロイ CPO シャツだってね。これもメンズのフロアにありますよ、うん、値段は2490円です。ね、安いのに結構しっかりしててさ、ね、いいよね。袖もちょうどだよ、メンズの M だけどね。うん、私160センチで体重が52キロ、だからそれぐらいの人だったら全然着れると思うね、うん、この3点の中でこれが一番ちょっとお気に入りね。可愛いよね、うん、うん、似合う似合う。履くの楽しみですね。また着たところもね Vlog なんかでご紹介できればいいかなと思います。はい、今日は平日の天神博多ぶらり Vlog でした。この動画が面白かった方はいいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイバーイ。